さん兄弟です。じゃ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 ーん、よいしょー。ハルシールの自己紹介をお願いします。はい、じゃあ、ギャグ3兄弟、ギャグ3兄弟、自己紹介よろしくお願いします、ね。はい、ギャグ3兄弟の長男のヘライです。頭の後ろからてってて、っていうギャグですね。来ました。出ました。出ました。頭の後ろからてってて、はい、てて、これ流行らせなかったね。これは流行らせなかったな。オッケー、はい、これよろしくお願いします。オッケーで、俺がオッケーすんねん。よっしゃー、僕もいいですか。ジェット君。はい、僕の次男のジェット菅原です。お願いします。いきます。僕らはみんなこれできる、これできるから、なんなんだ。なんなんですかこれ。これできるから。厳しいな、なかなか。なかなか厳しい。それはははは、が3つ言うのと同じぐらい厳しいわ。いや、厳しいですか。厳しい。僕のお気に入りのギャグなんですけど。お気に入りのギャグ。はい、だからキャラも全部含めて合算したときに、ぱっと笑ってしまうっていう感じですよね。ああ、ですね。この動きそのものというよりはね、はい、このキャラも全部含めたときに。ちゃんとトレーニングの時はテンションで、今もちゃんとジャッジしてもらって、ジャッジ、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ちょっと僕ガオ、はい、ガオちゃんと申します。ギャオまあまあ、こちらこれはまあおかずぐらいの感じ、前菜でちょっとね、トリッキーなギャグがあるので、じゃあこちらです。うわ、なんか来た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 、なんや、ネズミ親分か。こちらでございます。わけわからんすぎるんだよ。いや、なんか来た思って近寄ってきたら、でっかいネズミ親分でしたというやつなんですけども。はい、あ、この時の状況によるね、笑えるから僕のコンディション次第だと思います、まあ、全部見る人のコンディションに。ポーズ、はい、で、縦伏せと、はい、それからスクワット、はい、これはもう上半身下半身の代表的なトレーニングです、はい、そこに、まあ、みんなが言うのは腹筋、お腹出てきたんですわ、はい、腹筋を持つに割るにはどうしたらいいですかっていう、この腹筋、この3種目を、はい、今日はやろうと思うので、はい、まあ、皆さんが3つとも全部やったら多分この後立てないと思うので、はい、どれか1種目ずつ3人いますので、なるほど、これはもう自己申告で、はい、これやりたいいうのがあったらやっていただければ。僕は腕立てと、はい、まあ、そうです得意なんだ、得意です、聞いたことない、これ上半身の代表的なトレーニングです。はい、ほな次はジェット君。じゃあちょっとギャグのキレを上げたいっていうのもあるんで、ちょっと下半身を、下半身の、はい、鍛えたいなと。これはもうキングオブトレーニングですから、あ、スクワットというのは。はい、わかりました。じゃあお花畑の見えるトレーニングをやりたいと思います。これはちょっと、まあ、ガオ君は、はい、カメラとか欲しいんで、腹筋で。なるほど、腹筋あったらモテるって聞いてる。腹筋がまあまあ今もう割れてるかどうかよりもね、大事だよね。ギャグはどうでもいいんだよ。ギャグそうだよ。ギャグ3兄弟では、はい、まあ腹筋で、あ、わかりました、はい、じゃあそれに割っていきましょうか。はい、はい、じゃあ腕立て伏せというのは、まあまあ、めちゃくちゃ一般的なトレーニングで、はい、あのトレーニング、筋トレマニアの人じゃなくても昔体育の授業で腕立てやらされたとか、いや、はい、ありますわね。あります。僕結構腕立て伏せはもう特技やってましたね、ずっと。やってた、はい、やってた。10回でいいです。4秒かけて下ろす、2秒間ホールドする、4秒かけてあげる、はい、これで10回です。ワンレップするのに10秒かかってますよね、はい、それかける10回ですから100秒、それは1分40秒、1分40秒間ずっと負荷をかけ続ける腕立て伏せ。はい、どうぞ。わかりました。いけそうな感じはいいですか。はい、ゆっくりいきますよ、はい、それからフルレンジですよ、はい、しっかり下ろしてしっかり上げてくださいね。わかりました。さあ、いきます。レディースタート。1、2、3、4、はい、ホールド上げます。1、2、3、4、はい、はい、ラスト、はい、膝上げて、はい、1、2、3、4、ホールド、はい、膝ついて、はい、1、2、3、頑張ってあげる、上体反らしてもいいから、OK、何これ、膝落としてる時出せなかったな。10回でいいんですかって言ってましたけど、10回でいいんですかって言ってたでしょ。ほんで、どうですか、これ逃げてないからものすごい負荷かかってるでしょ。胸パンパンになってません？胸パンパン。パンパンになってるでしょ。すげえ。めっちゃ吐きそう。
ジェネブニコニコしてるのは今のうちやで。怖っ。そうなんですか。はい。はい、お願いします。じゃあ、スクワットなんですけど、はい、スクワットでやったことあります？スクワットは、はい、なんかこういう感じで。あー、もう昔のヒンズースクワットやつでね、はい、レストラン、はい、あと2回、はい、9、あー、ボトムを、ちょっと戻して、はい、9秒間、はい、9、8、7、ちょっととかじゃないよ、5、ここで僕が噛んだらちょっと時間いや、ちょっと、時間ちょっと早く進めてください。ダメです、ダメです、ダメです。1、はい、じっくり上げて、あー、じゃなくて、あー、じゃなくて、はい、次ラストです。10回パーシャル、はい、5、2、3、はい、10回パーシャル、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、ゆっくり上げます、ゆっくり上げます。じわーっと、お尻を締めるイメージで、オーケー、オーケーです、オーケーです。うわー、オーケーです。腹筋ってもう永遠のテーマですよね。はい、みんな家でやっちゃ長続きしないと。そうですね、何回やらなあかんのって話でさ、はい、腹筋って日常から常にこう姿勢をキープするだけでも腹筋って使ってるんですね。そうですよね。そういうことです。だからこれ日常筋と言いまして、腹筋とそれからふくらはぎ、はい、あ、これこのふくらはぎの筋肉と、それから、はい、このふくらはぎのこの筋肉ですね。でっかっ。ふくらはぎ2つ分かれてますよ。はい、これお尻と言われてます。お尻がついてる。え、でこの前腕部の筋肉、これはもう指をこうしてつんだ、普段から動かしてるでしょ。この3つは日常筋肉ってちょっとやそっとの負荷で はその反応しないんですよ。あ、そうなんですか。反応しない。普段から使ってるから。で、腹筋をじゃあ500回とか、はい、そう、時間がかかる。先ほどのようにで、単純な作業でしょ、はい、面白くないですよね、はい、面白くないもんって続かないでしょ。そうですね。継続は力なりって偉い人は言うんやけど、はい、そんなものは分かってるんですよ、はい、言われなくても、はい、できないんですよ、それが。なんでかって楽しくないから、はい、楽しくなければ続かない、はい、あとはやったことがちゃんと効果に出てくると分かったら人間は努力を惜しまない。そうですね。そのための腹筋を今日伝授します。で、上からスタートします。上までいってください。はい、最初こっからスタートします。いいですか。お願いします。それでゆっくり下ろすんですけど、はい、下ろすときに、はい、下ろすというよりもね、はい、お腹にぐーっと力を入れて腹筋が今カチコチ、もう鉄みたいに固めたイメージで作ってください。はい、今固めたら、はい、はい、で固めたら、はい、これを絶対に後ろには下ろさないというふうに、はい、はい、意識を入れてください、はい、いいですか。はい、せーの、ちょっと待ってください。よいしょ、ちょっと待って、いや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 ちょっと何するんですか。はい、固めて、はい、下ろさないよ、はい、3、何これ何これ、よいしょっと、はい、はい、はい、OK です。うわ、この辺どうですか。なんか持ってかれましたね、ずっと。6やから、6やから、7、はい、いけます。何回ですか。10回。